今は、日本語で言うと教育労働省で働いてます、IT 関係なんですけれども、簡単に言えば、省内で作ったソフトウェアとかアプリケーションをテストする、仕事ですね。就業時間っていうのはきっちり9時から5時、まあ、フレックスタイムで遅く始まったら遅く終わるとかそういうのありますが、1日 7.5 時間働けば、いいわけですね。それ以上働くときは、まあ、上司の許可がいると、残業手当で、お金かかってきますから、いるというとき週休2日制はまあきっちりしてますし、家庭を持ってる人は、政府で働くのはすごくいいと思いますね。ほとんどガバメントの仕事ですから、まあ、リーテルの仕事もありますけれども、国籍持ってないとまあ働けないわけですね、で特に IT 関係の場合はほとんどガバメントなので、そこでまあ単純にじゃあもう国籍取ろうかなと思って、もう20年いますから、まあ、日本なくなっても一応両親はいますけど、いる間は日本の国籍キープしようかなと思ったんですけれども、一応オーストラリア人は3ヶ月はビザなしで入れますから、で日本に入るときは一応オーストラリアの、外務省のウェブサイトで日本に行くっていうのを登録して、何かあった場合、今回前回みたいに津波とかあった場合はオーストラリアガバメントに守ってもらわなくちゃいけないので、今度は日本のガバメントではなくて、それぐらいで出入国は特に何もないですね。問題はないです。ホームとしては僕個人としては、まあ、家族がいるところが、まあ、ホームですね。特にどこでもいいです。キャンベラじゃなくてもいいですし、メルボルンに行った時は、まあ、自分の家族がいる家がホームだったので、IT 関係の仕事を選んだ一つの理由としては、一応世界どこでも働けるなっていうのもあったんですね。特に行く予定はなかったですけども、いつでも僕はどっか外国に住みたいたちなので、うちのワイフもそうですね。割と、外国に住むのは全然平気なので、そういうのがあったので、もう家族がいるところがホームで、別に場所はどこでもいいと思います。